はい、こんにちは、団長です。今日は2020年9月の24日木曜日です。今日は団長の追跡中をお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。日経平均24日の東京株式市場で日経平均半株価は続落し、前日比258円67銭安の 23,087 円82銭で終えたということです。新型コロナウイルスの感染が欧米で再拡大していることなどを背景に、投資心理が冷え込んだということです。アジア株も揃って下げ、世界的にリスク回避体制が強まっているということです。はい、チャートの方です。チャートの方は、緑の20日線を陰線で割り込んだというところまで来てしまってますね。青がそろそろ横ばってきたというところで、もしかしたらここがですね、天井になってくるかなというような懸念リスクが強まってきてるかと思います。少し別のチャートで見てみましょう。はい、こちらのチャートで水平線引いてみました。下値ですね、今日の下値がここのピンクのラインですね。ピンクのラインは何度かこれ当たってますね。1回、ここがサポートで、こちらがレジスタンスで当たって、ここもサポートですね。ここもサポートで、かなりですね、やはりこの辺りでサポートラインが効いているので、今日の下げ止まりはここまでだったという形かと思います。明日以降も再度下がってくるとなると、ついにここですね、このレンジ相場の中のこの辺りまで下げてきてしまうというところまで来るかと思います。で、ここまで下げてしまうと、あとはですね、一気に割り込んでくる恐れがあるかなと思ってます。このボックスの中をですね、ついに抜けてくるというような局面になってくるかと思います。はい、ということで、次のサポートラインがこのあたりですね。60日移動平均線、このあたりを割り込んでくると、下落局面になるかなと考えています。今ですね、下から紫、青、緑、赤の、パンパカパンの状態にはあるんですが、赤がですね、確実に下を向き始めていると。で、緑も少し下向き始めてますね。まもなくあと1日陰線がついてしまうと、ここはですね、交差してしまうかなというような局面まで来ています。盛り返せばここ物別れでまだ上昇するかと思うんですが、やはり今夜のダウの動きが注目されてくるかと考えています。はい、では今日ですね、追跡中なので、いつも追跡している銘柄を一つずつ見ていきたいと思います。今日ですね、売りエントリーなどができたような銘柄が何点かありますので、そちらを中心にピックアップしていきたいと思います。はい、では個別株の方行っていきましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は MS ジャパンですね。MS ジャパンは、ギフボーイさんが保有しているポジションとなっています。ギフボーイさんの銅柄については、先週の日曜日に上げさせていただいてますので、こちらをご参照ください。はい、ということで、これですね、かなり、濃密な、移動平均線が集中してきているところですね。少し引きで見てみますと、上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンだった頃から考えると、かなりですね、ここ移動平均線絡み合ってます。ということで、これはですね、どちらかに大きく今後触れるだろうということで、団長は、追跡中銘柄に入れている銘柄になります。今ですね、別のチャートで見てみますと、はい、こういった形になりますね。800円の価格の節目が一つのサポートラインになっているかなと考えています。ということで、この銘柄については800円の価格の節目がエントリーポイントになるかなと考えてますので、引き続きですね、追跡をしていきたいと考えています。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は5803の富士倉ですね。富士倉も移動平均線がこのようにかなり集中してきているというところで、紫青が横ばった状態でした。で、ここですね、ここから数えて 1,2,3,4,5,6 だったんですが、ついに300円を割り込んだというところで、今日陰線つけてしまいました。別のチャートで見てみますと、はい、こちらです。サポートラインがこの300日線のところで何度か当たってますね。ここで1回、これですね、1回目、2回目、3回、4回、5回、ということで、ずっとサポートラインがあって意識されてたと思うんですが、今日ですね、陰線で300日線割り込んだので、一気に大陰線をつけたというところだと思います。はい、ということで、昨日の時点ですね、団長コメントとしては300円の節目割れでエントリーということを考えておりました。はい、ということで、富士倉は週足で見てみますと、こういった形ですね。上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンに今戻ってきてしまっているというような局面に入ってますので、引き続きこの過去のですね、安値のところまで下がっていく可能性はあるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1332日本水産ですね。日本水産は今紫、青、緑、赤
の逆パンパカパンの状態ですね。1回赤のですね、5日平均線が上昇してきたんですが、ここから下落で再度一旦上げたんですが、ここですね、紫ブロックを食らってしまって今下げ始めているというところです。今日450円の価格の節目を前のところですね、ここ割り込んでしまったので、ここもエントリーポイントかなと考えています。週足で見てみますと、はい、週足で見てみますとこういった形ですね。こちらについては団長はいつもショートカットを使ってますので、またこちらの動画をご参考ください。週足で見ても上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンの状態になってて、これですね、しっかりとした逆下半身が発生したという局面になっているかと思います。前の安値が400円、ここがありますので、今450円割ったところなので、あと50円は下げてくるだろうと考えています。次のポイントとしてはやはりこの400円ですね。400円で再度また上昇してトレンド転換するのか、そのまま大きく割り込んで、行ってしまうのかというような局面になってくるかと思います。引きの形で見るとこんな形ですね。400円の、過去の安値というのはこのあたりですね、15年、だいぶ前ですね。だいぶ前のところまでは、450円という世界なかったんですが、今のこのコロナショックのところで一度400円まで下がって、なかなか上昇しきれずに再度下落し始めているというような局面になっているかと思います。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8801の三井不動産ですね。三井不動産については団長はですね、ずっと上昇傾向で見てました。ちょっと別のチャートで見てみますと、こういった形になります。はい、こちらのチャートです。こちらのチャートで9月の23日、昨日ですね、昨日の時点で団長の狙いとしては2030円を超えたところでエントリーしたいなと考えておりました。この2030円というのは前の高値ですね。ここを抜けてくれると一気に上昇していく傾向かなと思って、ずっと追跡してたんですが、逆ですね、今回は下がってきてしまっているというような局面になってます。はい、ということで今日は陰線をつけてしまって、今紫と青の間に入ってしまってますので、少しやりにくいところかなと思いますが、ここはですね、団長の検証動画第1弾の紫割れを起こしているところですね。高確率で下げていくようなポイントになってくるかと思いますので、こちらの銘柄についても引き続き注視が必要かと思います。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は国際石油開発ですね。国際石油開発については団長がですね、9月の16日のコメントで600円が底値だろうというところでした。で、600円のところで反転したらエントリーしたいと思って、ずっと追跡してたんですが、ここですね、600円の価格の節目、このピンクになります。1回当たって2回当たって3点底つけて反転して上昇していくだろうと見てたんですが、ここ割れてしまいましたね。昨日の時点で600円割れで、今日そしてですね、さらに陰線つけたというところまで下がってきてしまってます。こういった形ですね。かなりこの前のところからすると、やはり下のところで動いているというような状況になっているかと思います。はい、こちらですね、チャートギャラリーの方に戻ってきました。チャートギャラリーで見ましても1回2回ということで、3回目で反転するかなというところが、逆に下落しているというところです。前のコロナショックの底値が500円となってますので、この500円下ヒゲのところまでですね、もう一度もしかしたら下げを狙ってきてしまうかもしれません。今の移動平均線の並びでいうと紫、青、緑、赤の逆パンパカパンですね。週足で見てみますとこういった形です。一旦下落して上昇したんですが、緑にブロックされて下落、600円で一旦止まったんですが、その前の安値ですねの600円を割り込んでしまったというところまで来てますので、こちらについても引き続き売り目線になってくるかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は日野自動車ですね。日野自動車は昨夜の団長ニュースでもお送りさせていただいた通りなんですが、9月の23日のコメント675円を割り込むとエントリーということで、団長はこの日ですね、エントリーしています。この日の寄り付きでエントリーしましたので、今こことここが取れたというような状況になってますね。上から数えると1,2,3,4,5,6,7というところまで来てますので、あと8,9と2日間は見ていきたいなと思ってます。前の安値がこの辺りにありますので、この辺りまでは下落していってもおかしくないかなと考えております。
はい、こちらがチャートギャラリーでのチャートですね。週足で見ますと上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンで、今週ですねしっかりとした陰線をつけたというところで、逆下半身が発生して、緑と赤が交差してしまっているというような局面になってきています。はい、以上今日は2020年9月の24日団長の追跡中をお送りしてきました。やはり日経平均については引き続きボックスの中にはいるとは思うんですが、これですねダウが明日、今夜にかけてですねどのような動きをするかによってついにこのボックスから、下げ局面に変わってしまうのかどうかというところが決まってくるのではないかなと考えております。今夜はですねダウの方を引き続き注視していかなければいけないかなと考えています。はい、いつも最後のご視聴していただいている方本当にありがとうございます。団長ですねツイッターの方もやってますのでぜひツイッターの方のフォローもお願いします。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。